と皆さんこんばんは。私たちマリン系アイドルスキンズジャンクです。よろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます。早速自己紹介したいと思います。はい、クズル担当佐野です。佐野よー。はい、イルカ担当ひなのです。ひなのー。ありがとうございます。はい、クマノミ担当アンズです。アンズ。ありがとうございます。はい、トゥ担当ゆめです。ゆめちゃん、よろしくお願いします。お願いします。1曲目シャークでショック、2曲目イルカのようなあなたに恋をした、2曲続けて聴いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はいね、もう今日はねすごくたくさんの方来てくださってるんですけれども、ここでデデン、いつもの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 私が聞きたいことあんねんけど、それいつもちゃってちょっと聞きたいことあんねんけどコーナーいつもあったんやろ。はい、全然ね今喋ったことと全くもって関係ないんですけれども、うん、あのメンバーの中で入れ替わるとしたら誰みたいな話をしたいなと思っててんやんか。それは行きたかったけどね、これメンバーね、私がこれを言うこと全く知らなかったんですよ。だからね面白いなと思って。あーマジか。さやの、はい、理由もつけてな。あーねもうこの中やったら多分夢が一番似てるから。あ、そうか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 、オッケーオッケーオッケー。似てるから、うん、まあ、どっちかといえば。あ、じゃああんちゃんかもしれん。なんで、なんてなんかさ、めっちゃフレッシュ感すごいやんか。あ、なるほどね、若いもん。うち無理やもん。そうか。無理やもん。そうか。差が欲しい。そうか、じゃあひなのは、ひなは夢ね。なんでなん、ジョンレのよ。わかる。面白いから。面白いから、うん、ほんまに面白いですか。面白い、ほらもうおんないみたいな顔してるやん。ありがとう、ごめんね。ありがとう、嬉しい、嬉しいです、うん、アンズは、アンも夢ね。なんでめっちゃもトーク力が欲しい。あ、トーク力喋れてます。喋れてる、喋れてる、喋れてるよ、まあ、うん、じゃああげるわ。無理やろ。ありがとう。え、モテるな。私はあのひなの、なんでかっていうと生活感ないから、あの一回なってみたい、どんな生活してるんかなみたいな。生活感ない。そうそう、なんかいい意味でやで、いい意味で、うん、みんなもあーって言ったから。みんなそう思いません、なんかそんな感じすんねんやん。だから一回ひなのになって、うん、ひなのの生活を一回してみたい、一日だけ。なんかおっとりしてそうじゃない、うんうん、おっとり、そう、おっとりしてそうやねん。だいたい寝てる。言うたらアンズでもいいねんけど、ユミ忙しそうやな。忙しいで、常に起きてるからな。分刻みで、うん、走ってるから、いつやな、いつだって走ってるから。はい、もうね、そんな感じで、はい、スキップジャックはね、こんな風にいつもね、なんかこういう話を、ほんまにしょうもない話をね、よくしてるんですよ。ね、まあ仲がいいということで、ですよ。はい、まあね、次にやらせていただく曲に、早速というか、もう急に、もうほんまに今日急になんですけど、行きたいんですけど、次の曲はなんとみんな知ってるあの曲なんですよ。あの曲なんですけど、でもそれをスキップジャックバージョンでお送りしたいと思います。スキップジャックバージョンでお送りしたいと思いますので、ぜひぜひね、違いを見つけてみて。そう、めっちゃ違いあるんですけど、絶対違いはいっぱいあるんですけど、それをぜひ見つけてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは次の曲聴いてください。Just see the music.
けて聞いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、レインボージャンプね、スキップジャックバージョンでお送りしたんですけれども、うんうん、ね、まあまあ振れちゃいましたよね。最後なんかウォーウォーやってるしな。ウォー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 言うてるし、はい、どんな感じだった？ひなのからなんかちょっと聞きたいね。レインボージャンプどうやったか聞きたいシリーズでね。聞きたいシリーズ。今日は聞く日ね。そう、なんかいっぱい振り変わったと思うけど、うん、でもやっぱり本家は残したまんまの、うん、フリースやったからみんなまだ馴染みえたんじゃないかなって思う。はい、ねえ、めっちゃコールとかしてくださったし、レインボージャンプ始まった瞬間の盛り上がりがすごいね。私はめっちゃ嬉しかった。楽しかったね。楽しいってなった。いや、もう本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。また機会があればね、やりたいと私は思っております。はい、主演グループに参加していただきます。よかったら遊びに来てください。以上、スキップジャックでした。ありがとうございました。